こんな風になってます。うわー、これはすごい。水をこう消えてる。なんもないわ。こんにちは、小夏です。今日はジムニーの水垢取りをやっていこうと思います。で、なんでこれをやるかっていうと、実は私のジムニーはですね、めちゃくちゃいろんなね、今までコーティングとか鉄粉取りとかいろいろ試してきてはいるんですけど、水垢を取るっていうことはあまりしてなくて、何回いろんなものを重ねても水垢だけは今残ってる状態なんですよ。だけんもうこの際全部まるっきりリセットして、水垢もきれいに取ってジムニーをきれいにしたいなと思って今からやっていこうと思います。それでまあちょっと気になるものもあって商品をちょっと買ってみたんですけど、それも使っていこうと思います。せっかくなんかそれで、ね、なんか水垢取れるやつみたいだったけん、それを使ってやっていきます。うん。ほんで今日使うのがこれね、Amazon で買ったんだけどさ、キーパーのやつなんですよ。キーパーのコーティング専門店のコート前のクリーナーってやつを買いました。じゃあこんなやつ、うわめっちゃ白飛びしてる。見て見て、こんな感じのやつで、なんかね、特殊な洗剤と超微粒子パウダーの力で古くなったワックスとかコーティングとか頑固な水垢汚れをしっかり落としますっていう風に書いてあります。私はもう水垢を落としたいなっていう思いと、あとこれ使ってみたいなっていうのが前々からあったので、まあこれは今やるべきだなと思ってやってみようと思います。これは車に優しいやつらしくて、なんか車の塗装を傷めない安全タイプですって書いてあります。何が安全かっていうと、その物理的にゴシゴシ落とすとかそういうのじゃなくて、化学的な力で汚れを分解して浮かせるみたいな、だから傷つけない安全タイプらしいです。ちょっとこれを使って水垢が落ちるかやってみようと思います。キーパーのだけは落ちるだろうと思ってるけど、うん。ちなみに今のね、水垢の感じはこんな風になってます。白いのがたくさんあります。うわー、これはすごい。昔からのなんか蓄積された水垢っていう感じです。ちなみにここはボンネットでございます。うわ、すごいな。これがもう全体的にある感じ。うわじゃあ早速やっていこうと思います。まずね、こっち側の面は水垢を落とす面で、こっち側は専用にするんだけど、ここのところね、さっき汚れを落としてバババーっと洗いました。で、今水が残ってる状態なんですけど、濡れてる状態で作業するんだって。で、これをなんかボディにまんべんなく均一に塗り広げてください。ワンパネルごとの作業をおすすめしますって書いてあります。で、30秒から1分放置なんだって。ってことで、まあ液が乾かないうちにもうちょっと塗り広げるってことでやっていきます。ちなみに溶剤はこんな感じ、なんか柔らかすぎる杏仁豆腐みたいな感じです。白いやつで、まあよく振って塗り広げるだって。じゃあいきます。おりゃよよ、どうなんだろう。あ、水垢が消えてる。嬉しい。うわ、消えたくない？ねえ、消えてる。水垢消えてるよ。目の錯覚かな。よし、とりあえず流してみよう。ほい、じゃあ水で流していこうと思います。1分ぐらい経ったね。よし、いきます。どうだ。ほい、見てください、これすごくない？今さ、こっち側を水ジャーってかけて、まあ両方ジャーって水かけて、こっちは施工して、まあ、ちょっと置いた感じなんですけど、こっちは浸水になっとって、こっち側はなんかやってないけんさ、こんな風に水垢のところこんな風になってます。もうこれは一目瞭然すぎる。これすごい。なんか一回でこれってすごくないですか？なんかボトルには例えばさ、こういう風に、まあ、ちょっとそれでも一回でこういう風にならんかった部分とかもある場合は、何回か繰り返すと、まあ、落ちらんかったら何回か繰り返すと、まあ、こういう風にちゃんとなるみたいなこと書いてあったので、でも一回でこれはすごいよ。期待以上だ。これすごい嬉しい。
よっしゃ。はい、じゃあ2回やってみたんで、結構もう本当にバッチリ施工したっていう感じにはなったので、これで濡れてる状態の時に、まあもう拭いて拭き上げをしていきます。それでもうね、白い点々が多分こっちはないと思う。でこっちは残ってるんじゃないかなと思うんですけど、消えててくれてて消えてくれるとありがたい手も多かったっけん、やばいな、ちょっと。よし、じゃあ拭きますね。はい、ということでここからは髪も切りまして、ちょこっと宣伝です。ポータブル電源気になる方はぜひ聞いてほしいんですけど、いつもポータブル電源いろいろ紹介してて、今回はこのエコフローのポータブル電源、エコフローが年間最大セールをしています。で、まあ、こんな感じの内容なんですけど、最大 50% オフで、視聴者様限定のクーポンもつけて 5% オフもつけて 55% オフにもなるような、めちゃめちゃすごいセールをしております。でセールはAmazon プライムデーということで17日までエコフローアマゾン店の方でしていて、でタイムセールがね16日の午前0時から2時の間ね、ちょっとね頑張って夜更かしすればその期間はタイムセールということで、なんかトートバッグももらえるらしいです。で特典はね他にもあって、クーポンコード、視聴者様クーポンコードも利用すれば先着でなんかね、こんなでっかいねボックス、こんなエコフローって書いてあるボックスもプレゼントっていうのがあるので、気になる方はぜひぜひ見てみてください。めちゃめちゃねお得になってます。で新作のデルタプロ3ってやつがめちゃめちゃ大容量のやつがあるんですけど、それもめちゃめちゃ、まあ、今回のセールに入るっていうことで、だけめっちゃ安くなるよね。その大きい系のでっかい容量のやつ欲しいなっていう方は本当に今が狙い目だと思うので、まあ、ちっちゃいやつ買うのもお買い得なんですけど、気になる方はぜひ概要欄の方リンク貼っておきますので、そちらからぜひ見てください。はい、ということでコートクリーナーに戻れ。いいよ、よっしゃ。うわーすごい、なんもない、なんもないわ。はい、ということで拭き上げが終わりました。どっちも拭いてみてどうなってるかっていうのをちょっと見てみようと思います。はい、これ今ね画面右側、こっちが何もしてない方ね、これはもうね白い点々、小玉がたくさんいます。もう全体的になんかもうヒョウ柄みたいな感じでババババババって水垢があるんですけど、こっち側はもうほぼほぼ取れたかなっていう感じです。どうしてもちょっとはあるけど、もうねやってない方に比べたらかなり落ちてます。 85% ぐらい落ちてるかもしれないです。でね、なんでこんなにちょっと残ったかっていうと、あまりにも私が水垢取りをしてなさすぎて、まあ、元がこれだったから、やっぱねゼロにするにはちょっとね研磨とかが必要になってくるレベルかなっていうふうに思います。でもここまでこんなに綺麗になったのはもう驚き、本当に驚きです。いやーいいねいいね。はい、ということでキーパーのコーティング専用専門店のコート前のクリーナーってやつをやってみたんですけど、想像以上にかなり水垢取れてよかったです。ただ、まあ、私の水垢がかなりね頑固だっていうことで、結構いいやつなのにそれでも、まあ、ちょっと難しかったところもちょっとあったんですけど、だけど、まあ、早めに何年も置かずにちゃんと水垢取りは定期的にやった方がいいなって思いました。前のてっぷん取りも一緒だけどね。だから、まあ、ちゃんと普通の洗車だけじゃなくて、今日は水垢とか今日は鉄粉とか、そういうところの細かい項目に分けてしっかりちょっとその洗車も間に挟むみたいな感じでやった方がいいと思います。でね、こういうのってさ、どれがいいか分からなくて、なんかいろんな種類があるけんさ、結局あどれかいいか分からんわで買わずじまいでやらずじまいみたいな感じになっとったので、今回はこのキーパーっていう文字に惹かれて買ってしまったんですけど、まあ試してよかったなっていうふうに思いました。なので皆さんもこれ気になる方はやってみたらこんな感じになります。でも多分もうちょっとメンテされてる方はもっともっと水垢取れると思うので、うん、まあ大丈夫だと思う。ここもできるんだったらね、次乗らせる塗るさコーティングとかもノリが良くなるけん、まあ個人的には結構良くなったと思います。うん、
はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。あのコーティングは概要欄にリンク貼っときますので、よかったら見てみてください。ということで、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 SNS もやってますので、そちらもぜひ見てくださいということで、またね。おー、綺麗だね。ここからちょっとコーティングして綺麗にしていこう。よし、これでコーティング完了。しゃ、おーおーほー、最高。うー、すごい、ツルツルだ、いい感じ舐めれそう。かわいい。